はい、皆さんこんばんは。 はい、始まりました、横山みどりのオールナイトニッポンね。本日パーソナリティの横山みどりと申します。ありがとうございます。この番組はですね、私横山みどりがですね、こちら、浅草橋のですね、鳥越アズリ FM からですね、お届けしている横山みどりのオールナイト一本という番組でございます。今日はですね、めちゃくちゃいいところに第2回ということをですね、無事迎えることができましたので、これをですね、祝しまして、今回もですね、生放送でお届けしていきたいなと思います。それでは、今夜も参りましょう。横山みどりのオールナイト一本。はい、改めましてパーソナリティの横山みどりと申します。はい、まあ前回もですね紹介したんですけど、私配信歴をですね2009年の3月9日からやって16年目のですね、まあ47歳元市議会議員でやっております、立川市の。本日はですね、まあ50分ぐらいかな、8時ぐらいまでですね、皆様と共に生放送の方をですね一緒にやっていければと思います。早速ですね、お便り来ております。ペンネーム、及川亮さん、ありがとうございます。今日で最終回ですか、お疲れ様でした。次は水曜日のダウンタウンに出てネタにされてください。あなたならクロちゃんとクズになれますということですね。クズではありません。あと本日はですね、ここニコニコ生放送でもですね、こちらのカメラにあるニコニコ生放送でも配信しておりますが、こちらのコメントはちょっと読まずにね、皆さん僕のツイッターに書いてですね、こちらの、あるかな、こちらのパンダのところに、こことの方にですね、ネタなどをですね募集しております。はい、今出ましたね、アズリファンの皆様に朗報ということですね。こちらの方に、右下の方に番組のですね、コーナー名、そしてですね生放送のお便りを読んでいきます。そして、僕がですね、暗黒ポイント貯まった方にはですね、こちらのスタジオに見学にできたり、いろんなですね特典がありますので、ぜひですねネタのお便りをですねお待ちしております。はい、ありがとうございます。スポンサーも募集してます。この番組、スポンサーをですねぜひですね、ね、払いたいという人、番組で冒頭で紹介しますんでですね、スポンサーの方も募集しておりますんで、よろしくお願いします。ペンネームカバのですね、ゆふねさん、みどりさんこんばんは。はい、こんばんは。栗が美味しい季節ですね。そうですね、栗きんとん、栗ご飯といろいろ美味しいものがあります。そこでみどりさんにご質問です。みどりさんが今まで食ったマロンの中で一番美味しかった料理は何でしょうか。マスコットキャラクターのパンダちゃんにもおすすめなマロン料理を教えてくださいということですね。まあちょっとこれどういうことかと言いますと、僕が今から2人目の前の彼女でマロンちゃんということがいたんですけど、まあその方のね得意料理が何ですかということなんですけど、肉の煮転がしが得意だったと思います。はい、そんなわけでですね、皆様からのお便りどん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 お待ちしております。宛先はですねこちらの右下のね部分に出ているところに、ぜひですね皆様のですねネタ並びにですね、コーナー名、こんなコーナーがあります、配信者からのクレームコーナー、実際の配信者になりきって横山みどりにクレームを考えるコーナー、お悩み生電話コーナー、あなたの好きな人嫌いな人を理由を添えて教えてコーナー、替え歌選手権、オリジナルの替え歌を送ってもらうコーナー。今日早速ですね、まあ1本来てますんで、これも後でね歌っていきたいと思います。で、あとはですねスポンサー募集のコーナーなどもあります。本日はですねこちらの鳥越ね FM、 こちらの方で僕もね前回ちょっと止まっちゃったけど、今回完璧ですね、今回完璧にですね動いてます。止まることはなくできたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、まだ打ち切りではありません。ちゃんとですね前回私上の方とですねちゃんとワンツーマンでお話しさせていただきまして、継続を一応するということで、ただですね何もないよりもスポンサーがいないとちょっとねこの番組もですねどうなるかわからないんで、ぜひですねこの横山みどりのオールナイト一本にですねスポンサーやりたいという方がいらっしゃいましたら、ね、各校の方に送ってください。はい、お願いします。そう、スポンサーがないと打ち切りになっちゃう可能性が非常にね濃厚になっちゃうんで、はい、お願いいたします。というわけでですね、まずはですね一本目音楽を流したいと思います。僕がですね以前DJ ソルジャーさんって知ってますかね、皆さん。
DJ ソルジャーさんって言いますと、今もう東京ドームでさ、この辺ドームで、野球やってると、もう本当に最初にオープングで DJ ソルジャーレレレシャーって言いながら、まあ、今何言ってるか分かんないと思いますけど、 DJ ソルジャーレレレレレシャーって言いながらそうやってやってるぐらいね、もう東京ドームでもうなんかやってる、勤めてるですね、声の当ててるですね、それから今有名になっちゃったんですけど、その時に、僕がですね、なぜか全くヒップホップに、関心とか全然仕事とかなかったんですけど、初めて呼ばれまして、その時にぜひなんかみどりさんのファンなんです、みどりさんのリスナーさんだったんですよということで、 DJ ソルジャーさんの方からお声がかかりまして、PV、 僕が出てる PV をですね、なんかちょっとね出演させていただいたんで、7年8年前かな、あ、 DJ コウさんとももちろん、ね、お話しさせていただきました。はい、DJ ソルジャー&なんとかっていうね。じゃあそのね、音楽をちょっとね皆さんに一回見てください。それではですね、歌名は、忘れました。どうぞ。 Yeah DJ ソルジャーマリア T20Chicks want me. 本当は彼氏がいるのに、wow. 秘密にして俺と遊びたがる悪い女の子が多い、遊んでるクラブの中みんな踊れ、yeah. 酒でも飲め、yeah. 連絡先交換しておけ、終電なくなったら泊まりのホテルに Let's go! 電話が鳴りまくっても彼女は電話出ないし、しつこいの嫌い、ふわべの愛、男も女もセックスしたい、超楽しいのがいい、ままなえる自己責任だし何でもいいだろ、 OK、 モデルのあの子実はタトゥー入ってる、あそこテイストなフリー遊びまくり、嫌いじゃないタトゥーオンナプス、束縛されて生きるのは無理、みんな正直みんな嘘つきしながら立てる中指、実はみんなルール破るのが好き、トゥーノー、ここはどこわかりません、汚れまくっちゃってすみません、あんたの彼氏ならここだよ、ノリで入れたタトゥーはマリアだってよ、めっちゃチャラい、楽しみたい、エジエに中東米南米飲んで、右左もわからない、どうして欲しいのビッグにオーベイ、おいで OK 甘い誘惑、下品になで回されて誘発、甘いミックス届けた心拍数バイバイ、やベイビーついてよ奥までガンガン、Ooh, I like that. 前から後ろから怖い Come on, baby. しても変だな、そんな自分も嫌いじゃないな、ハメ外し、ハメなカメハメハ、スウェースウェー、汗だく汁だく女性、yeah. Wet, wet, stress, most Talk, talk, test, think Then grab it, it's your love. 生まれ上げた男好き、飲みくしゃにして、おんでかんしり、知性男に弱な、ポンポッギンギンのバリなぞりたい、今日君が一番フェイブリット、騒ぎまくれ、頭まで好きだ、 Turn up!
聞いていただきました。ですね、DJ ソルジャーさんのですね、歌で、ですね、はい、いい歌できたね。ここに PV 出てたんでね、ぜひ皆さんもですね、YouTube で見てください。はい、ではお便りのコーナー、お便り読んでいきたいと思います。ペンネーム、ゴーホーロリダンジマサさん、歌詞名は忘れました。どうぞっていう曲なんて斬新ですね。うん、ありがとうございます。ね、はい。次、ペンネームガチークの無限さん、みどりさん、コーナーのお便りはどちらに送ったらいいですか？そうですね、こちらの、入ってるところ、こちらの方にもう皆さんが思ってることをガンガン送ってくださいね。できる限り、時間がある限り読んでいきたいと思います。で、読まれた方にはですね、暗黒ポイント1ポイント差し上げておきます。この PV よかったな、ありがとうございます。ペンネームカニディアさん、みどりさんこんばんは。はい、こんばんは。みどりさんはもうじき50、60歳ですが、いや60、僕47歳なんで、あと13年かかりますね。60歳ですが、今現在職業は何をされているのでしょうか？やっぱりその年齢ならどこかの企業の管理職などされているのでしょうか？私もともとですね、まあ、自分の職業についてはあんまり語ってなかったんですけど、この番組では、私もともとですね、コールセンター長、もともと市議会議員で文教委員会副委員長を務めた後に、コールセンターの長としてですね、まあ、新小岩の方で少し、2年半ぐらいかな、やっておりまして、まあね、吸ったもんだがございまして、今はないんですが、今はですね、ウーバーイーツと明日からですね始まるマクドナルドのアルバイト、それが始まりますね。まあ、ここを拍手するとかどうかわからんけど、なんとですね、トランプ大統領も実はマクドナルドで昨日アルバイトやってたんですって。まあ、やらせだと思いますけど、悪質なやらせだと思いますけど、マクドナルドのトランプ、あいつらは、あいつって言っちゃったけど、あの方は、まあ、その自分のね、宣伝と自分のその広告のためにやってるけど、僕はお金を稼ぐためにやってますね。だから明日からちょっと新しく始めたいと思います。というわけでですね、管理職はやっておりません。ペンネームゲストさん、みどりさんこんばんは。はい、こんばんは。先日のみどり案で、連投以外何を書いても言う言葉を信じて、昔の人の名前を出すだけで受けると書いてマジ寒いと一度だけみどりビッグ文字で投稿した結果、一発無言 NG されました。これからは横やみどりは3時みたいに無言カチカチすると心に留め、囲い込めだけするので解除お願いしますということですけど、やってません。これおそらくですね、運営の AI か何かに引っかかったんじゃないかなと思います。一発 NG なんかこれしませんので、なんかの勘違いだと思います。はい、ペンネーム次、及川よしきさん、ありがとうございます。みどりさん、今の時期大変ですね。それでは次に流す音楽は某生主の彼女に次ぐ曲、 X ジャパンでティアス。何ティアスってよくわかんない、ごめんなさい、その歌知りません。次、ペンネーム柴田さん、鼻が勃起してますよ。はい、ペンネーム及川亮さん、みどりさん、忍法さんと結婚するの聞きます。マジっすか、おめでとうございます。生まれた子供の名前はにゃんかすにしてください。ペンネームハモおじさん、みどりさんが風俗に沈めた26歳年下の元交際相手がお店でナンバーワンになりましたが、みどりさんに仕込まれた、今度読めません、すいません、ちょっと下ネタあまり禁止なんで、はい、はい、すいません。ペンネームペペ小島さん、ありがとうございます。立川市議会時代に選挙応援で松本市に行った際に、ポアとか孫子とか大胸タをぶち込んだのはオンマニアだから、ついつい口が滑ったからですかっていうことですけど、過去の黒歴史をここでほじくり返すのはおやめください。仕事がなくなっちゃうんで、はい、すいません。なんか変な悪口ラインば、ネタばっかりですね。ペンネーム田中さん、アントニオ猪木が好きだった当時の僕にはアニメから出てきてもらったこともある、綺麗な身のこなしは衝撃的だ。何の話だこいつ、田中さん。ペンネームスマイル久保田、ペンネーム、みどりさん家に着いたんですけど不在ですか、家の中で待ってます。誰だお前。ペンネームリ、この犯罪者が、マントさん、出会い慣れ合う、嘘をつく、こっそりサポーターをオンにする、笑う、コメントが少ないトロピカルトーク楽しみです。はい、ありがとうございます。ラジオですねこれは。はい、これは2枚目、同じやつですね。はい、ね、今普通のお便りのを読んでます。はい、ペンネーム、なんとかみどり、そろそろ犯罪認めてください。70年近く裁判していますけど懲りないですね。どういうこと、俺犯罪なんかちなみにしたことないですけどね。まあ、過去に交通事故とはあることはあります。あ、一回言ったわ、一回僕ね、ちょっとアズリー FM の皆さんにも言わなきゃいけないんだけど、一回名誉毀損でやられてます。その時に何が起きたかっていうと、まあ、正直に言いますね、美顔器を買ったんですよ、某ところで。元嫁がね、パンダって呼ばれてる、このパンダのイラストね。その時に毛みたいなものがあって、俺はそれをね、ちゃんと見たからね、これ、まあ、その時僕は悪かったんだけど、
裁判でも自分が悪いってなったんですけど、その会社にね生放送で電話をして、こんなのがあったんですけど次回気をつけてくださいって言ったところですね、それがそのお前はチャンネルを、その時ねチャンネルって持ってたんですけど月々のお金で、あなたはねチャンネル会員を増やすためにそうやって嘘をついて、そうやってねわざと人を集めるためにそういう嘘をついたっていうね判決をですね下されまして、その時に罰金金額、まあ、金額は言わないけど罰金刑という刑はあります。でもそれ以外のその性犯罪だとか暴行だとかその名誉毀損などはやっておりませんのでね、はい、それは本当のことです。よろしくお願いします。ペンネームレハさん、私は心に常にうるせえバカ野郎を持って生活しています。みどりさんは心の中 に秘めているものはあったりしますか。うん、いい質問ですね。僕はですね常にこう考えてます。どんなに人気があろうが、どんなに人が来ようが、絶対天狗になるなということは心に決めてます。どんな時でもリスナー目線。なんでかというと、配信者でよく勘違いしやすいのが、自分に人気の価値があると思い込む人が多いんですよ、こういうパーソナリティも。で、その時に調子に乗った人っていうのは必ずやることが一つ、自分の悪いところ欠点などを指摘してくれる人を排除しようとする傾向があります。でもそれって逆に言うと、天狗になった自分が今までね初期だったら気にしないことを、大きくなってからああこう悪口言われるだけで傷つく、だったらそんなパーソナリティって、ね、やめた方がいいと思うんですよ。僕はだから常にどんなにね例えば自分がね先生になろうが学校の先生になろうが、人から批判を受けたらそれを素直に受け入れてそこを直していこうと、で徐々にねそのやって指摘してくれる人にありがとうって感謝の気持ちを込めてやること、だから常に自分がねトップじゃなくて天狗にならないことをね気をつけながらリスナー目線でいきたいと思います。はい、ペンネーム僕の名前はミータンさん、ありがとうございます。みどりさん、いつもオールナイト一本楽しませていただいております。はい、ありがとうございます。肌寒くなってきましたので、寒い日におすすめなみどりさんの得意な料理などを教えていただけると嬉しいです。なるほどね、まあ、寒い時は僕は常にね、あったかいもん食いなさいと言ってます。鍋とか僕は特に鍋が好きです。一番おいしいのはもつ鍋、もうもつ鍋以外には考えられませんが、もつ鍋が一番好きです。だから福岡行ったら必ずもつ鍋をね食べております。ペンネーム横山緑太郎さん、過去偽物さん、ありがとうございます。ちなみに緑は一生マクドナルドでスマイルって頑張ってください。小じきになるんで収益は1円もあげません。はい、いりません。この僕はですね、常々ルールを決めてます。リスナーさんからですね、最近よく配信者っていうのはギフト投げ銭、それをですね糧になんとかしようというですね過激なことをしようという人が多いです。特に女性配信者に多いのはギフトを投げてもらうためにね、胸を寄せてこうやって、こうやってカップカップとか上げたり、そういうことやってる人が多いんですけど、でもそれってそのエロをね、まあエッチなスケベ心で投げてる人もいますが、僕はですねそういうのもらっちゃうとバランスが崩れると思ってるんで、1円たりともそのリスナーさんからギフトなどでねお金はもらうことはありません。はい、次ペンネーム定時ダッシュ君、新しいコーナーってママピに R を表示されて全業するってことですか。何のことか分かりません。ペンネームコミヤンさん、こんなアイコラ作るのやめてください。こういうねヘンテコリンのアイコラ作って送られてもちょっと困るんで、まあ、これバンされないギリギリなんでやめてください。ペンネームゴリゴリの AV 男優って言って俺のサムネを作ってる変なハゲ、はい、ありがとうございます。みどりさんに7000円払えばうんこ食べてくれると聞いたのですが本当なのでしょうか。これもですね完全に風絶のルフなんですけど、僕ね横山みどりがですねうんこを食べた、要は人間のですね女性のうんこを食べたというですねデマが一部ではですね流れておりますが、一回も食べたことはありませんし、スカトロマニアじゃありません。そもそもそんなもの食ったところで大腸菌が広がってですね体に悪いです。ちなみにうんこっていうのはですね、大便っていうのは空気に1秒間増えると大腸菌がうわって6倍にまで増えてしまって、食べてしまうとですね体にボツボツとかですね見たこともない湿疹がねここの胸あたりにバーって出てきちゃうんで、絶対に食べてはいけません。あれは食べ物じゃありません、苦ったらしい。はい、ペンネーム、ちつたまなぶさん、変な名前だな、何がちつたまなぶだよな、スタッフさんすぐに離れてください、このハゲに近寄ると性病がつってしまいます。とんでもないコメントですよこれ。スタッフさんに向かってね、俺がいつ性病になったんだよ、一回もなったことありません。コンジローマもリン病も、ね、ヘルペスもケジラミも、だから
僕は性病を持ったことは一回もないですね。ご安心ください。ちなみに前回女性の、ね、スタッフさんがいたんけど、今回はね男性のスタッフにチェンジされておりました。はい、ペンネームもかみさん、毎回暴言を吐かれてかわいそうですね。一体この人が何をしたというのでしょうか。あのね、これはねいいことなんですよ。暴言吐かれてかわいそうっていうんじゃなくて、逆にそれで何でもかんでも言いやすい環境、それを作ってます僕は。だから言論弾圧って言ってさ、この人だからこんな悪口言えないみたいな空気あるじゃないか、よく政治家とか先生に。でもさ、ここは自由な場だから、皆さんのねいろんな意見をね尊重して、それをね聞いていきたいと思っております。はい、次ペンネーム、C さん、加藤純一の犬。僕は別に加藤純一くんの、ね、犬ではありませんね。お互い仲良くやっております。はい、ペンネームのんさん、横山みどりさん、初見です。独身ですか、今彼女はいますかというですね、これ女性の方かな、ペンネームのんさん。私は今ですね、彼女はいません、フリーでやっておりますね。はい、これはちょっと読めませんのでね、これは紹介しませんこれね、変なの送らないでくださいね。ペンネーム暗黒婦人部異常性欲者ペロタ学ぶとブサイク肉便器というですね、もう誹謗中傷でしかない悪口の人で、ね、ありがとうございます。はい、次、まあちょっとねお便りバンバン来てますが、ね、バンバン読んでいきます。ペンネーム赤猫は40歳ほうれい線ババアさんからありがとうございます。これ俺が作ったペンネームじゃないから、本当にこういうペンネームで来てるんで、あえて言いますからね。はい、コールセンターで小船場健人を無理やり犯した件についてご説明ください。たかしが俺も犯してくれて言って、はい、嘘ですね。僕は男性に興味がないんでね。そんな感じです。ペンネーム NO さん、ラジオより目白をなんとかしろ、なんともなりません。次、ペンネームしげるさん、アズーリプロレスが好きで聞いているものです。横山みどりさんという方を初めて見たのですが、はい、ありがとうございます。調べてみると、この方って美顔器に陰毛が生えていたとか、裁判沙汰になっているんですね。てんてんてん。つい最近までパパ活で10万円をあげてたってコメントと、彼女の服をめくって乳房を露出させている写真も見受けられました。それアイコラですね。うん、ペンネームしげるさん、これはアイコラか何か、あと嘘の、ね、インターネットで西村博之が言ってたんですけど、嘘を本当と見抜けないとダメですよ。だからそういうね、嘘だとかまがいもんだとかっていう情報もあるんで、それはね、噂を信じちゃいけないよ。はい、行きたいと思います。ペンネームダルさん、みどりさん、愛してる、ありがとうございます。俺は愛してません。ペンネーム、ハムおじさん、うん、みどりさんが人間便器クラブの従業員だった時、冷凍うんこを作っていた話が好きなんですが、検便を1ヶ月冷凍庫に保管して医者に持って行って怒られた話も好きです。それいつの話だよ。まあちょっと出ちゃったからあえて言いますけど、昔ね和光市で、まあこんな話をね生放送のラジオですることでもないですけど、人間便器クラブっていうのがやってありました、一軒家でね。そこの2階でその変態なお客さんがやってきて、女性がですねこういう椅子にまたがって、なんかおしっことかうんこしてね、それをねもう冷凍うんこをね、なんか5000円かそこらで売ってたというのがあったんですけど、まあそこはもうね関わっておりませんし、もう今から20年以上の前の話なんで、それを今持ち出してうんたらかんというのはねやめてください。食ってませんね、食ったことありませんし、細菌がすごいし、冷凍うんこしたのはですね、これ僕じゃないです、生配信者の大仏っていう方ですね。はい、これ勘違いしてますけど、彼は半年間ですね、大仏という配信者が自分で、ウォーキング中にですねお腹が痛くなって山で野ぐそをして、それをスコップでねビニール袋に持ち帰って自分のね家の冷凍庫で半年間寝かしてね俺に持ってこようとしたっていう話だと勘違いしておると思います。はい、ペンネームチョルンさん、はい、みどりさんこんばんは。はい、こんばんは。質問なのですが、2020年頃付き合っていた彼女の R さんとの思い出話があったら教えていきたいです。ラジオ頑張ってください。まあいろいろですね。はい、ありがとうございます。いろいろとあります。はい、ペンネーム YP さん、選挙について喋ってくださいということですけど、まあ、選挙ね、今ちょうどそうだね、東京でもさいろんな選挙活動とかやってますけど、まあね今回どうなるんでしょうかね。まあ僕はね今今回誰に入れようかも本当に迷ってますけど、まあちょっと決めかねてますが、ちょっとね選挙のやり方変えた方がいいかと思いますよ。ずっと掲示板立ててさ、もうその下にも見えますけど掲示板立てて、その費用だってバカにならないし、ちょっとねなんとかしたいと思いますね。はい、ね、こっちのコメント読まないぞね、ニコ生ね。マイクのそばにあるカルパスのようなものは何でしょうか。陰毛チンポですかって、さここにカルパスあるけど、俺がチンポしゃぶりながらやる、ここにね用意してくれたんですよ、ね、カルパスね、なぜか
まあ、カルパスといったらですね、まな板カルパスさんが今有名ですけど、それはあえてね深掘りしない方がいいかなと思いますんでね、やっていきたいと思います。次ペンネームカンガルーさんありがとうございます。みどりさんこんばんは。はいこんばんは。高尾山強姦事件の容疑者がなんでラジオをしてるんですか。高尾山強姦事件の容疑者、これは一体誰のことを指してるんでしょうかね。はい、ペンネームカンガルーさん、ちなみにこれ多分噂なんですけど、今ちょうどね空もスーパームーンで満月が出てるんですが、僕が山に行った時にですね、某女性配信者を強姦したみたいな言いかかりがね、言いがかりですよされてますが、一切そんなことはしてませんし、そんな大体性犯罪者がここにねアズリエフマさんに行ってマイク喋ったらやばいでしょ。そんなことありませんのでご安心ください。はい、ペンネーム多肉、沼娘さん、はいありがとうございます。2回目の放送おめでとうございます。はいありがとうございます。人づてに久保田は沼娘よりナイフママとリリピに夢中と聞いたのですが本当でしょうか。合宿やイベント活動を楽しみにしているメンバーもいますので、沼娘企画進行もよろしくお願いいたしますということですね。まあ沼娘さんという、まあね、グループ作ってるんですよ。でそこでそこの方多肉さんメンバーだと思うんですけど、まあ今ナイフママとかねリリピとか熟女に夢中ってありますが、そんなことないですよ。あくまでですね、その僕のリスナーさんというのは本当に高齢者の方から本当に若い10代の方までね、幅広くですねこの配信聞いてくれてるとかラジオ聞いてくれてると思いますんで、それをより大事にですね、いろんな世代からもね好感持てるようにおはがき読みたいと思います。もしもしアスペ FM ですか。いや違います、アズリ FM です。ペンネームマーボーさんね、いつも放送楽しく見させていただいております。ありがとうございます。横山さんはなぜいつも食事を必ず残されるんですか、お示しください。まあ食べきれないものを無理やり食べても体に悪いからでしょうね。別に残すことイコール悪いとは思いませんよ。残すことに中国ではね残すことがマナーとも言われてますんでね、まあ残すことはね、まあ、日本ではねきれいに最後までに米粒一つ残さず食べなさいというのがありますが、まあ、僕はですね、まあ、ちょっと残してしまうこともあります。まあね日本だとちょっと怒られちゃうからね、中国ではですねちょっとだけ残すことが礼儀だと思ってますって聞きました。はい、そんなことでですね、皆様からのですねお便りまだまだ募集しているね次第でございます。はい、ではここでですね2曲目のですね BGM をですねいきたいと思います。これは僕がですねやってるねヌマップのですね、クリスマスによく流れたですね曲で、ヌマります。ぜひ聴いてください。どうぞ。ヌママヌママヌマります。頭がおかしくなってくる。明日は見えない。ヌーマップの未来は真っ白さ。今夜だけでも嫌なことは忘れよう。クリスマスチキンに集まる。Thank you.
はい、ヌマップでヌマリマスでございました、もうすぐクリスマスですがね、ラジオの向こうの皆様いかがお過ごしでしょうか。だいぶんですね、まあ外今出ても肌寒くなってきまして、まあ僕もトレーナーとか着る季節に なりました、はい、ここでですね、ファックス2枚届いたんで、読んでいきたいと思います。ファックスありがとうね。はい、ペンネーム、クソタブナマさん、ひどい名前だね。クソタブナマってさ、逆から読んだらマナブタクソっていう聞こえますけど、いつまでその汚いパンストをかぶっているのですか。チンチンも臭そうですね。よくこんなのファックスで送れるよね、逆に、ね、これパンストじゃなくて覆面ですよ。昔から、ね、2000の、ね、9年から来ている覆面ですね。じゃあチンチンは臭くありません。なんでかというと毎日お風呂に入っているからね。です、ペンネーム、同じくですね、今度名前が違うね。ペンネームクソクイブナマさん、はい、はい、ありがとうございます。みどりさんは主食がうんこと聞いたのですが、うんこって美味しいのですか。おすすめの味付けは何ですか。本当小学生かお前、本当にさ、もうさ、こんなのねよく送ってくるよ本当に。うんこは主食やりません俺ね、別にふんころがしじゃないんだから。あのうんこはね逆に食べない方がいいです。味もしません。苦いたらしい味でね、ね食べない方がいいと思います。以上です。はい、これではですね行きましょう、次のコーナー。はい、替え歌選手権。はい、本日ですね、1本替え歌が届きました。これは皆様からですね替え歌をですね送ってこいというですね、コーナーでございます。何でもいいですよテーマは。はい、この替え歌をですね、ではいきたいと思います。ペンネームはですねいちごブログさんからですね、じゃあですねこれは替え歌はですね夜遊び様のアイドルの替え歌を僭越ながら投稿させていただきますということでございますんでね、ちょっと元気よく歌っていきたいなと思います。はい、じゃあ BGM お願いします。無職が笑顔でクロス恋は知りたいその金ミステリアス、抜けてるそのキャラ全てが演技、完全に混ぜ今日何食べた、誰の金で配信してない日どこ行くの、なだまん食べてない、命かける、何を聞かれてものらりくらり、嘘を淡々とあるさんさんと、配信で見えない場所でやりまくり、ゴムもないないない、ビルもないないない、胸が大好き、膣もじゃあ除去して子供を好きになることなんて私わからなくてさ、金と女性にしか興味ない、そんな男がまた種付けする、また堕退させる、頭皮に目が奪われてく、君は完璧で究極のカッパ、金輪際議員になれない、一番バカの土着上がり、あーその笑顔でそのアスペーで、和幸の人生はボロボロ、そのトゥクトゥク、そのお金は正当金な完全な詐欺。ありがとうございます。こうやってうわってごめんなさい、最初ちょっと歌詞覚えあんまり覚えてなくてちょっとダメでしたけど、まあ君はですね、まあ僕のほぼ悪口でしたね。ひどいですね。嘘を淡々とあるさんさんと、配信で見えない場所でやりまくり、ごもないないない、ピルもないないない、胸が大好き、じゃあ子供を好きになることなんて私わからなくてさ、金と女性にしか興味ない、そんな男はまた種付けする、また堕退させる。ひどいよなこれ見たけど。よくこんなもん、俺この番組さ潰す気か、この番組をクラッシャーしてな、この番組自体を潰す気か、こんなネタ送ってきやがって。はい、じゃあですねちょっとお便りの方ですね、まあこんないっぱい来てますね、読んでいきたいと思います。ペンネーム、ハムおじさん、みどりさんが、あこれ読んだね、みどりさんが、まあ、さっきのね PV の感想で、みどりさんがまだ若くて今この PV ですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガチークの無限さん、3回目の番組ゲストに僕のことを呼んでください、みどりさん誰ですか、あなた読みません、
ペンネーム無音さん、横山みどりさんが自身がプロデュースする沼娘のメンバーを愛人にしようとしていると聞いたのですが本当でしょうか、お示しください。うん、僕ね自分のねやってる企画について女性とはよくコラボすることもあるんですが、それは絶対しません。ね、信用に関わることなんで、だいたい女性のねそのなんだろう、メンバーというのは商品じゃないですか、ある種その商品にね勝手に手を出すようなことはしません。まあ残念なことにですね、今日の今朝の朝方ですね、そのヌマップのね、僕のプロデュースしているヌマップの男性メンバーと女性メンバーがですね、そのまあ初日に会って一泊泊まるというですね、ちょっとスキャンダルがあってしまって大変残念ですが、まあそれにもめげず付き合ってやっていきたいと思います。ペンネームフッケさん、今日はユキちゃんは出ますか。ユキちゃんは出ません。はい、ペンネームソーダお茶勢さん、去年のハロウィンの合唱でやってくれると思いました、残念です。ハロウィンもう31日だよね。31日なんですが、その日は生放送します。僕がですねコスプレして、まあ、あんまやりたくないですけど、まあ、コスプレして渋谷の街と池袋の街をですね練り歩きたいなと思っておりますね。よろしくお願いします。はい、ペンネーム、ダイナマイト久保田、はい、放送が面白くないのですが何かの不具合でしょうか、よろしくお願いします。うん、放送が面白くないが何かの不具合でしょうか。たまたまですねこういうことをよくあるんですけど、まあ何回か聞いてみて、1回食べたものってあんまり美味しいと思わないじゃないですか。でも2回3回食べるとあれ意外と美味しいんじゃないかというですね感じることってあるんですよ。だからね、ダイナマイト久保田もね、2、3回聞いてみて、でそれでまずかったらしょうがないけど、もしかしたら隠し味になんかね美味しいものが混ざってるかもしれませんから、ぜひ見てください。不具合ではありません。ペンネーム、これさっき読んだね、ペンネームジュンピーさん、職場のおじさんがふがふが喋って何を言ってるか分かりません。横山みどりさんなら、ふがふがじいさんとどのように話解決しますか。まあゆっくり喋ることですね。で伝わらない相手には何を喋ってるか分からない人にはゆっくり喋って相手の、ね、ことをねゆっくり聞くこと、頭をね回転させてそれで解決です。はい、ペンネーム中日ドラゴンズさん、はい、ありがとうございます。みどりさんにお聞きします、お肉とお魚どっちが好きですか。もう今ね肉実はダメなんだわ。肉食べるとなんかもう僕ぐらいの年になると気持ち悪くなっちゃってうーってなっちゃうんで、今もうもっぱら魚、ほぼほぼ肉か魚どっちかって聞いたらもう魚の方をねメインに食べないと胃がもたない、なんか具合が悪くなっちゃうんですよ最近。はい、ペンネーム最後うどんさん、ありがとうございます。みどりさんに質問です、なぜ覆面をかぶってるんでしょうか。うん、この質問よくされるんですよ。なんで覆面かぶってるかっていうと、まあ、2009年の、ね、インターネット初期の頃って誰も顔出ししなかったんですよ。僕もねその時顔出してたら自分の 身バレを恐れてまして、それでね顔隠してやってる流れで、覆面をね今かぶってるキャラクターとしてやっております。ペンネーム吉文さん、これはですねちょっと紹介することができませんのでごめんなさい。はい、これね運営さんちゃんと胸にマークつけてるからちょっと紹介できません。はい、ペネームエレアオドさん、みどりさんこんばんは、はいこんばんは。みどりさんは専門学校時代に卒業制作で最優秀賞を取ったみたいですよ。ほうそうでなんですよ実は。どんな作品を作ったのか教えてください。はい、お答えさせていただきます、ありがとうございます。僕はですね愛知県出身で名古屋にある名古屋ビジュアルアーツというですね写真専門学校に入ってまして、そこでですねまあ最後に投票で最優秀賞を取ったんですけど、その時はですねまあ、頭がちょっとあんまり良くなくて、まあ、その時撮った最優秀の作品というのは、まあ、キューピーちゃんあるじゃないですか、お人形さんのキューピーちゃんの頭をちょん切って胴とね首と胴やったやつとか、カエルが潰れたのを写真撮ってそれをねアイコラで乗っけたり、アイスクリームをね自分の足で踏み潰してそれをね写真撮って乗っけたり、なんかそういうねちょっとグロテスクでね、多分ビートたけしか何かの作品に影響されてちょっとグロテスクなね、作品をよく撮っておりました。はい、はい、じゃあちょっとですねまた後でお便りですね最後に呼び、だいぶ残り10分となってきましたんでね、ここでもう一本動画をですね紹介したいなと思います。この歌はですね、まあ、町会議ですね、というニコニコ町会議でねヌマップみんなで歌った最後のですねロハコさんがいた時の最後の歌となりますんでね、ちょっとですね皆さんちょっと悲しいですけどね聴いてください。ヌマップでカンナムスタイル、お待たせいたしました、最後のアンコールソング、カンナムスタイル、聴いてください。ああ、ああ、ああ。
音に気をつけてね。聴いていただきました曲はですね、ヌマップでカンナムスタイルでございました。はい、では続いてですね、あとお便りのコーナー行きたいと思います。ペンネームバンクさん、センズリー FM2 回目おめでとうございます。うん、センズリーじゃなくてね、アズリ FM ですね、怒られますよ。妹さんに毎日エルボーを食わせた頃のお話をお願いします。うん、なるほどね。まあ昔なんだけど、小学校の時にね、妹とすごく仲が悪くて、すれ違うたびに髪の毛を引っかいたり、爪で引っかいたり、これでね、ガンってエルボーをやってたというですね、昔は悪いやつだったんで、そんなことやってましたが、今は、絶縁してますので、会話をすることはございません。はい。風呂雑待ったなし、ですね、おじさんが お風呂に入ってるね、映像が送られてきました。ありがとうございます。あ、残り5分になりました。ちょっと急いで読みます。ペンネームゴーホーロリマスさん、この40分ぐらい自分の指のささくれをいじっている方が面白いです。ありがとうございます。ペンネームインコのインポ、うんこネタが多いですが、来週からタイトルをオールナイト一本グソに変えたらどうですか。来週からタイトルをね、オールナイト一本からオールナイト一本グソに変えたらどうですかっていうですね、ご意見ですけど、おそらく、上の方がですね却下をすると思います。ペンネーム、先ほどの替え歌
素晴らしかったです。アズリポイント5ポイント差し上げてください。ワンオさん、じゃあ5ポイントね、先ほどのね、カイオトの方には差し上げます。ペンネームたもつさん、こんばんは。こんばんは。はい、この方は選挙期間中に18歳の女の子とパッパ活して定期的に10万円を渡してたり、喧嘩した際は別の女に手を出してケツ毛バーガーと暴露されたり大変なのですね。それは僕じゃありません。はい、ペンネームですね、エレオードさん、みどりさんこんばんは。みどりさんは専門学校時代に卒業作品で最優秀と、あ、これさっき読みましたね。はい、ペンネーム小舟さん、みどりさんこんばんは。私はこれはちょっとごめんなさい、読めません、ごめんなさい。はい、などなどですね、残り4分かな、残り4分となりました。すいません、これいっぱいちゃんとね、送られてきました。これ持ち帰ってちゃんとね、読んでいきたい、ちゃんと持ち帰りますんで、ありがとうございます。はい、まあですね、じゃあ最後にちょっとエンディング曲流してもらっていいですか。もうここで残り4分となりましたんで、はい、エンディング曲を流しながらですね、最後の別れの方していきたいと思います。はい、エンディング曲、はい、流してください。エンディングトークに参りましょう。うん、ね、この番組はですね、もうそうですよ、基本的には、皆様からのお便りをですね、中心にですね、やっております。今ね、エンディング曲を流しながら僕のトークをやるという流れでございます。はい、ですね、なんでかっていうね、なんで僕はね、ほとんど自分のトークじゃなくて、皆様のお便りをですね、中心にやってるかと言いますと、それはですね、僕ももともとラジオのリスナーだったんですよ。この話も前回したかと思いますけど、それで読まれた時の感動、読まれた時の嬉しさを皆様にですね、ぜひ経験してほしいなと思いまして、やっております。はい、あ、ごめんなさい、もうそれもらってなかったか、すいません。本当はですね、エンディング曲で中日ドラゴンズの応援歌を流す予定だったんですけど、ちょっとないということで、うん、すいません。はい、ですね、じゃあ、皆さんにですね、番組のですね、コーナーを、行きたいなと思います。皆さんからはですね、はい、そうです、そうです、はい、はい、皆様からはですね、あ、今ちょっと準備してやっておりますね。皆さん、そうです、これ流れてきた、これエンディングテーマですから、僕の、ドラゴンズね、プー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 、といいよドラね。俺中日ファンですから。ちなみに僕は野球で言うと中日ドラゴンズが一番好きです。はい、本当に昔から中日ファンで、時代から言うとおそらく星野仙一時代、星野仙一監督の時代からですね、ずっと見てまして、山本昌、今中慎二、ギャラードね、ソン・ドニョルとかそこら辺の選手とかをですね、もう本当に東海ラジオでずっと聞いているぐらいですね、中日ファンで、最近またですね、ここ最近中日ドラゴンズをですね、応援したくなって、まあ井上二軍監督がですね、どこまでですね、やってくれるか、すごくです、楽しみにしております。はい、これ名古屋のローカル番組じゃありませんよ。はい、番組のコーナー募集しております。配信者からのクレームコーナー、実際の配信者になびきて横浜にクレームを考えるコーナー、そしてお悩み生電話コーナー、これもいずれやっていきたいと思います。そしてね、人気の替え歌選手権、あなたの考えたオリジナルのですね、替え歌を送ってもらうコーナーです。はい、残り1分となりました。あとスポンサー募集してます。スポンサーですね、こちらの宛先の方に、こちらの方にですね、ぜひ私スポンサーになりたい、1000円からでもいいです、いくらでもいいんで、そこからですね送ってください。その後スタッフさんとね、いろいろとやり取りがあると思いますんで、はい、というわけでですね、まあちょっと早く、最後、終的には最後早口となってしまいましたが、こちら横山みどりとですね、オールナイト一本、番組のお相手はですね、横山みどりでございました。東京アズリ FM のですね、場所一角をお借りして今回お届けさせていただきました。それでは皆さん、またですね、来週も、来月かな、来月もお会いしましょう。それではね、わーわー言うとりますが、お時間です。さようなら。